今日はですね、高木さんに、ダブルパースで電波電動パースでの取り付けをしていただいて、のりちゃんにはハブベアリングの、交換をしていただいております。出てこないね。こっち側、こっち側だけちょっと上げちゃえばいいんですか ね。若干下がってるのね。これで下がってこなくなったんで、はい、いいだろ。2回か3回目。すごい。入ってるね。入ってます。大丈夫ですね。こんなに入ってるから大丈夫だ。入ってます。オッケー。大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。よし。で、今とりあえず高木さんの方の電動パーステなんですけれども、私見ても全然わかんないんですけど、なんかさっき言ってたのが、これわかります？ここのところユニバーサルジョイントなんですけれども、なんかここを高木さん3つ作って、なんだろう、そこは2つだぞ。あ、どこが3つなんですか？あと根元、こっちにもう1個ついてます。ここが2つで、あ、これですか？うん。ここ。ここに1個で3つ作ってくれて、普段はなんか2つ？うん、2つ。2つっていうのは、ここと？こっちなし。あ、こっちなしなんですか？うん、本当はなんかここはつかないみたいで、向こうだけみたいですね。それを、私のは3つつけてもらいました。ありがとうございます。いや、持つかどうか知らないすごく丁寧にやって、くださってありがとうございます。高いからね高いみたいですユニバーサル1個10万だから、ね、30万、1、2、3 30万か、ちげちゃん30万だって30万、うん、あ、安いじゃんえ、安いじゃん30万、安いの売ってないからね、ワンオフだから。いや、まあ、なんかそういう煽るような上級だし、上級だし、しょうがないね。あ、だって今までハンドル切れないって言ってたとこ切れんだもん。そう、優しいです。30万でも安いぞ。そうなの、これ私がね、沢でね、ハンドル切れないって言っててそしたら、そう、高木さんがじゃあ積んでこれをパーステを、電動パーステつけてもらってるんですけども、優しいんですよ、皆さん。ファイブスターさん。だだ、怖いっつってたの。そうそう。ファイブスターさん。怖いっつってたの。そうそう。ファイブスターさん、これ見てますか？これ。全然怖くないんですよ。やべえ、高木さん来たって言ってください。あ、笑っちゃったね。今度会った時大変だね。いや、嘘ですよ、ファイブスターさん。大丈夫ですよ。またね。いじめちゃう。いや嘘ですからね、これ大丈夫ですよ。いけねえようなとこ言うな。こないだの俺みてえにな。俺が言ってんのに雪かきしやがって。あげるの派手に無視するし。もうあの時は必死だったんですね。必死よね。あれね。見ててすげえ怖かったぞ。絶対、あれは、あれないよね。あれ別に無理だと思ったもん、私もあれ。あの時ちょうど3人の気持ちが一つになったよね。なんかね、もうみんなさ、知らない間にスコップ持ってさ、掘ってたもんね。掘り直ししてました。うん、いや、みんな気持ち一緒なんだな。ひどいわ。取り付けたのが高木さんなんで、すごく、綺麗にやってくれたんですよ。多分これ見る人が見ればわかると思うんですけれども、すごく、なんだろう、丁寧にやってくれて、すごくありがたく、思ってますよ。高木さん。ありがとうございます。はい。で、まあ、ここを見せて、まあ、説明できないんで。
なんかここにこうコンピューターみたいなのついてますけれども、まあで、こちらのなんですね、なんだっけな、コンピューター、なんかね、こちらですね、駆動力研究所さんの、上級国民電動パワーステ、こちらですね、はい、こちらの、ものを使ってるということで、よいしょ、中に入ってみますね。ちょっとですね、電動パワーステの威力というか、それをちょっと皆さんに、まあ、ここ止まって、なおかつ、下がアスファルトというか、ダートじゃないんですけれども、でもこれでも全然よくわかるんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。これが、電動パワーステのオンオフスイッチなんですけれども、まあ、その前にですね、まあ、こちらの方のスイッチ類ですね、私、なんだろうな、ミーハーなんで、こういうところにこういっぱいスイッチがあるのがかっこいいなという思う、人なんですね。で、まあ、こちらがパワー、ダブルパーセのスイッチです。で、こちらをですね、これが通常ですね、インジケーターが光ってますね。はい。で、これをオンにしますと、こちらの青い LED が光ります。はい。こんな感じの、これがダブルパーセのスイッチですね。でですね、まあ問題のじゃあそのダブルパースってどんな感じかと言いますと、これ、今エンジンかかってて、わかります?ここの筋肉が、ってなってますよね。回りません、もう止まってると。全然。こっから、もう回りません。で、これでですね、これをオンにしますよ。オン。はい。で、数秒待ちます。はい。これでですね、回してみますよ。わかります？この差です。もう人差し指でもね、こう回っちゃいますよ。ほら、よいしょ、こうやって切りますよ。これ切ってみますね。もう回りません。今切れた。タイムラグがあるんで、今切れました。もう曲がりません。で、じゃあ、これでこう切るっても、曲がります?この、腕の筋肉。これで、なんとか回るくらいです。この差というのはですね、多分、つけてる人以外はわからないと思うんですけれども、これはすごいですね。もう一回オンにします。はい、数秒待ちます。で、切ります。笑っちゃいます。もうこれでしたらね、登れない岩も登れるんではないか。という錯覚に陥ったりなんかしますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ダブルパースで。最後にですね、こちらの方をもう一回、今スイッチ入ってるんで、動かして終わりにしたいと思います。ご覧ください。それでは、さよならです。バイバイ。高木さん、ありがとうございました。さよなら。